を最後まで見るとアポトーシスの本当のギターがわかる。本当のギターどうまい。はいどうもこんにちは、スタバンドへようこそ、レンです。どうもすいませんでした、カイトです。こんにちは、すいませんでした。すいませんでした。いや俺は悪くないでしょ、さすがに。俺はうんうん聞いてたってことだね。巻き込まれた方やな。巻き込まれ、だいぶ共感してたから。巻き込まれ事故はあって、あれは。いやすごいびっくりした本当に。あ、まず経緯を説明しようか。うんうん、前回のギターの動画で何を説明したんだっけ、まず。アポトーシスの A メロの、まあ、ギターの弾き方と、まあ、その音から分析するギターの種類っていうところを分析したんですけど。おいいね、論文みたいな。すごいね、両方間違った。いや思ったんだよね、あの後 M ステとかバズリズム見て全然やってねえと思って、全然違うギター使ってんじゃん。そのタイミング俺も持ってるからあれっつっだけど責任持って出したでしょあれは。まあまあそうですね、うん、出さないのちょっと違うかなと思って。そうでしょ、もうちゃんと反省して、まあそこの訂正とちゃんと分かることを今回も用意したんで、うん、お今回は合ってる、間違えとか許されないかなって。そう、もう大事だから。2回目大事だからね。ここを間違えたらもうみんなチャンネル登録解除だから。もう俺だったらするね。あ、このチャンネルなんて適当なこと言ってんだってなっちゃうから。いや今日はもうしっかりしよう。だいぶやらかしたよね。いやあれはあれで面白かったけどね。まあ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 、まあ、そういう解釈があるなっていうね。うん、まあ合ってないんだけどね。考察だからそういう間違いもありますということで。まあまあ、はい、すいません。今回それを踏まえて反省した上で新しいアポトーシスのギターむぜかな。はい、はい、ということで今回はオフィシャルヒゲダンディズムのアポトースのリベンジギター分析動画、はい、早速レッツゴー。じゃあまず、うん、サクッと訂正からですね、うん、訂正から謝罪訂正から入る。サクッとね、サクッとね、はい、まあ、2A の、うん、あのギターのフレーズ、うん、3音目がちょっとアームを引っ下げて、ああ音を発音するよみたいな。そうそう、全然しなかった。そう全然、そう見てたライブでどうやんだろうってワクワクしながらね。バズリズムのライブを見て、うんうん、全然こっちの手やってなかった。やってなかった。なんならだってあんまついてなかった。ちゃんと間違いです。はい、申し訳ございませんでした。すいませんでした。一応そのやっぱ、うん、自分でもツイッターにギターの練習動画上げたんですけど、うん、ああ上げた、全然いらなかったね。全然音下がってなかった。確かにやってなかった。自分で弾いてみたもやってなかったもん、うん、もはや。ただ一応前回俺ここで弾いて実践したと思うんですよ、うん、あれも若干練習してたんですよね。おあのね、うん、耳が本当に細胞死してたんだと思って、うん、おアポトーシスしてた耳が。いやそんなうまいこと言わなくていいよ。あと謝罪動画は謝罪だけしてる。いやいや、あ、謝罪だけしてればいい。そう、すいませんでした本当に。でもう一個はもう一個、うん、ギターのピックアップ、うん、あれね、シングルコイルのピックアップではなかったってこと、ま、めちゃめちゃハンバッカーのギター使ってましたね。ということは間違いです。うん、すいませんでした本当に、うん、すいませんでした。ただライブこれに関しては、うん、ちょっとまだ諸説あって。あ、本当？バズリズムでボールじゃないギターを使ってて、うん、一応これがシングルコイルのピックアップだったんですよ。おー当てた。音聞いてそこ当てたらすごい。いやいや分かんないよ、レコーディングやレスポンス。分かんない分かんない本当に、自分を信じることができない。バズリズムで使ってたギターはシングルコイルのピックアップなんだけど、うん、ちょっとサイズが大きいシングルコイルのピックアップなんですよ。なんか細かったじゃないですか俺が、うん、前のギターのやつ、うん、あのサイズではなくてどっちかっていうとハムバッカー寄りのサイズなんだけど、うん、中身はシングルコイルみたいな。へえ、まあ、独特な音が鳴るピックアップというかギターなんですけど、うん、ちょそういうのを使ってて、うん、これをちょっと言い訳に動画なんとかしようかなと思ったんですけど、うん、ちょっと無理でした。もうごめんなさい。いやでも今シングルコイルではあったんでしょ。まあ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 を使ってる時もあるらしい。まあまあ考察だからね。まあまあまあそうです、ね、分析考察動画の、うん、あの、まあ、チャンネルなんで。そう正解とは言って。そう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 。いや、まあ、ただ言ったな。言ったんだよね。言った。すごい間違いないよ。めちゃくちゃビッグマウスで本当に。なっちゃんとかレンさんが、うん、なんなら助け舟出してくれてたのに、いや分かんないよ別のギター使うかもしれないよみたいな、うん、全然そんな間違いとかないんでみたいな、うん、ちょっとびっくりした本当に。いやいいよ、まあそれがいいとこだよね。貫いた結果撃沈したっていう、まあ、今回そういう動画。音を聞けば分かるんですよ。だっす。
その上での今回の分析は何？サビのギターの音、うん、サビのギターの音、うん、サビのギターの音、まあ、前回分析した時は分かってなかったんですけど、うん、サビギターいるんですよ。サビのギター、俺このギターってルルルルルルとあとライトハンドのイメージしかない。あ、ライトハンドのイメージあるんだ。あるあるある。それサビ、あれ全然 A メロ、あ、B メロか。一回聞いてみよう、うん、一回これだっていうギターを探したい。サビの、うん、サビのギターがどれかみたいなところを探しながら、うん、聞いてみよう。いくよ。はい。ドゥルルルルルーンがギターっぽかった。単音で弾いてんの音。そう、正解です、両方とも。あ、本当？それ、そう、あれがギターとはもう完全にシンセじゃないですか。そうだね。俺もだからこれ最初ギターの音だって思わなくて、うん、サビのギター何してんだろうって思ってたら、うん、これがギターだったんですよ。へえ。 PV でもそこの部分を弾いてるし、うん、まあ、もちろんその M スとかでも、うん、そこをギターで弾いてて、へえ、あ、これがギターだったんだっていう。なんかサビのギターっぽくないよね、うん、単音で、うん、そう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 。小笹さんがこの曲のギターはストリングスみたいな動きをするギターをつけたっていう風にインタビューで言ってるらしくって、駆け上がりの部分がストリングスっぽいっちゃストリングスっぽいのかな、ラララララララみたいな。そう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 、言われなきゃ分かんないというか。そうだね、 CD 聴いてるだけじゃ分かんない。いや、マジで分かんなかった。ミックスとかですごい加工はしてると思うんだけど、うん、その元の音としてはファズの音なんですよ。ファズ、ファズ、オーバードライブ、うん、ディストーション、うん、ファズっていうギターの歪みの種類があって、うん、で今言った順番、オーバードライブからどんどん大きくなっていくんですけど、うん、歪みが、そう、歪みの量が大きくなっていく、うん、でオーバードライブは、うん、まあ、その掛け具合にもよるんですけど、うん、ナチュラルなものからディストーション一歩手前までのことを、なんか変な話、ボーカルとかにかけても全然いいような。へえ。俺はよくレンさんの声にオーバードライブかけてるんですけど。あ、そうなんだ。そうそう、実はね。で、まあディストーションって言われるのは、うん、もう主にギターソロで使われるような荒々しい音。うん。でファズっていうのは今度それより歪んでいるんだけど、うん、もっと音が崩壊しちゃってるような感じなの。ブチ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 いっちゃってて、なんならちょっと歪みすぎてて音が丸くなるようなレベルの。歪みすぎてて音が丸くなると、割れちゃっててブブ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 みたいな、うん、音に聞こえちゃうぐらいの歪みがファズの歪みなんですけど、うん、丸いんですよ、アポトスの、うん、なんかそんなめっちゃ歪みってイメージ、そう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 、なかったけど、ただあれはめっちゃ歪んでて、まあ、それに何か別のエフェクターを足してると思うんだけど、うん、それをすることによってああいう不思議な音が生まれてる。なんか不思議やな、なんかほんと一見するとギターの音に聞こえないんだけど、うん、よくよく聞くとその音のニュアンスとかがギターのニュアンスなんですよ、うんうんうん、確かに。そう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 、滑らかやけどちょっとトゲがあるような感じ。歪みすぎて崩壊しているっていうのと細胞の死の崩壊がちょっと合致してるのかもね、もしかしたら。そこまで考える。そういえば、いや、やりそうじゃん、小笹さんだったら。やりそう。なんか音が崩壊してる感みたいなイメージで、うん、なんで俺が締めた。ちょっと俺それ以上何か言える。確かに怖い、ビビってね。いつもだったらそう、それなんですよって言って。あ、なるほど、そうなんですね。じゃあ俺のミスみたいになるから。いやいや、ミスミスじゃん、ミスじゃん。マストバンドの結論的には音を歪ませまくって崩壊した音みたいな、うん、でその細胞の崩壊を表してるんだなって思う。すごい繋がる感じですね。思ってます。それがリベンジギター分析動画。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ということで今回はオフィシャルヒゲダンディズムアポトースのギター分析動画でした。このチャンネルではヒゲダンの歌分析や楽器分析を毎週アップしてます。ちょっとでも面白いとかためになったって方はぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。そして今回のコメントテーマは、はい、前回の動画を許してくれるかどうかです。何そのコメント。許しません許しません許しませんって来たら俺は俺得だわ、それ。ちょっとだからいなくなるかもしれない、うん、本当に。前回の動画でどう思ったかみたいな。まあまあそうですね。そう、怒ってる人はもうぶつけていただいて、はい、本当にごめんなさい、構わないんで。はい。もちろん感想やリクエストもお待ちしております。最後まで見てくれてありがとう。またね。すごいヤバかったなっていうのがあって。ヤバかったな。そう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 、ベース、うん、アポトーシスの、うんうん、俺これ CD で聴いてる時、うん、ずっとシンセベースだと思ってたんですよ。ベース1曲通して、うん、そんなことなかった。
あぶねえ。あぶねえマジで本当に。ベース分析も。本当に耳死んでるマジで。謝罪になるとかだった。本当に。ヤボトーシスはミュージシャン泣かせなんだろうねきっとね。ちょっと、俺ミュージシャン。大丈夫。やべそんなに。そんなに落ち込み。だいぶ自信ない。やばいやばい。本当に怖い。いやもうベース分析次お楽しみに。